始まりました宮崎ゆうなパジャマパーティー商品紹介コーナーイエーイ。はい、MC の宮崎ゆうです。よろしくお願いします。お願いします。やすみれいこです。よろしくお願いします。お願いします。キョロこと伊藤舞です。よろしくお願いします。お願いします。加藤あゆです。よろしくお願いします。お願いします。ということでね、クレーズ TV 商品紹介コーナー本日もやってまいります。イエーイ。ちょっとね、今日はね、キラキラしてるのが好きな人はちょっと嬉しいのかなっていう商品をね、ご紹介させていただきます。はい、はい、スタジオのあるこの場所、セレクトショップクルーズはヤフーショッピング内にお店を出店していて、海外ブランドを中心に150ブランド5000商品を取り扱っています。ぜひショップページもご覧ください。では早速商品紹介コーナー。チャンネルの概要にね、ショップページの URL がございますので、ぜひとも商品の詳細などご覧ください。今日ご紹介させていただくのはフェイスアワードをご紹介させていただきます。まずフェイスアワードとはシャイニーオブアデイ、合ってるよね。うん。日常に輝きを、シャイニーオブアデイ、シャイニーインエブリデイ。シャイン？なんて言ってる私？シャイン。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 さっき確認したんだけどね。はい。テイク2、シャインオブアデイ、日常に輝きを、シャインオブアデイ、シャインインエブリデイライフをコンセプトに掲げるウォッチブランドです。つけるだけで主役になれる個性的なデザインのファッションウォッチブランド、フェイスアワード。クオリティを追求し、高級感あふれるジュエリーのような輝きを実現。豊富なカラーバリエーションで季節やシーン、その日のコーディネートに合わせ自由なスタイルを楽しんでほしい。あなたの日常に輝きを与え、ファッションから生まれる楽しさをフェイスアワードがお約束いたします。フェイスアワードのベゼルに使用している、ベゼルって何ですかね。ベゼルって何、ノズル的な。ああ、このここ腕につけるやつですね。あ、あれだ、ここの、あ、あ、あ、それね。このベゼルに使用しているスワロフスキージルコニアは、ダイヤモンド鑑定の世界的権威である全米宝石学会GIA ですね、が制定した理想的なダイヤモンドカット基準に合致した史上初のジルコニアです。比類のない輝きを身にまとったスワロフスキージルコニアは、最もダイヤモンドの輝きに近い最高級のジルコニアです。スワロフスキージルコニアには品質の価値として裸眼では確認できないほどの微小なサイズで、スワロフスキージルコニアの文字がレザー刻印されています。この品質保証の刻印は、本製品に使用されているジルコニアがスワロフスキー社のカットによって最高の精度と輝きを備えていることを証明します。ということで、このね、今あのおのごたちが持っているこちらの輝きのすごいやつなんですけど、あ、こっちはもう映しました。はい、映しましたね。1個ずつ映してるの。1個ずつ。では、低いのからいきますか。はい、こちらです。じゃん。うわー、すっごいキラキラしてるよ。やばいな。スワロフスキーとジルコニアですね。すごいよ。もちろんこのね、ね、周りもキラキラしてるけど、中もキラキラしてて、わー、ね、かわいいね。何時ですか10時10分かな、その時計は。あ、一緒だ。あ、じゃあまずじゃあこちらからどうぞ。はい、どうぞどうぞ。キョロちゃん持ってるのがピンクですね。で、ちょっとこのバックルが太めで、ね、はい、そう、かわいい。次行くんだよ。10時10分からじゃあ行きましょう。こちらです。10時10分で、じゃーん。またこれも違った感じの高級感あふれる、ちょっと小ぶりですかね。小ぶりの、うん、このバッグがさっきの比べると、比べてもらうと結構違うよね。ちょっと違うね。でもピンクのが値段で言うと高いと思う。ああ、そうなんや。だからさ、まあ、だいたい税込み49,900円から49,500円っていうのね。49,500円の方
そうです。ですか？ピンクの。ピンクの方が。あとのは全部安い。あの42,900円の方。これ腕のとこまでゴールド。ね、すごい。ピカ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 ピンで。ピカチュウみたいですね。これね、やっぱ1個つけてるだけでとてもね、私服も華やかなので。確かに。じゃあ、レイちゃんが。はい、やつですね。こちらですね。こちらです。これもまた小ぶりな。そう、でもすっごい長いから。長い。私さっきまで首にかけてました。なんでこんなに長いんでしょう。首に巻けるように。まあ、どう使ってもらってもいいんですけど、スリーラットで。あー、すごい。何周巻ける。あー、なるほど。何周巻いて止めるみたいな。かわいい、それ。ここにこうつけて。はい、はい。頭に縛ってもらう。頭に縛る。首で、首にね。そういい感じにいくんじゃない。こういうことね。そういうことです、そういうことです。あら、めちゃめちゃおしゃれじゃん。おしゃれ。おしゃれや。このまま持って帰っちゃいたいわ。よいしょ。とても合う。とても合う。ここから一回ちょっとここでつけさせてもらって。はい、あれ、なんかすごいかっこいいズラよ。どんな語尾？よいしょ、よいしょ。あ、ごめんなさい。ごめんね。はい、こういうズラよ。はい。頑張って、せーの。せー！やっさ。私こんな声出したくない。すごい、綺麗。かわいい。こういう感じで。おしゃんですね。おしゃんですね。おしゃん、おしゃん。もっと多分綺麗な吹き方があるんでしょう。あら。この時計に合わせてコーディネートをしてる。ね。あ、確かに、できそう。逆にね、色違いで黒であのベルトにスタンプがついてる。かっこいいのー。なんかもうあれだよね、なんか本人よりさ、こっち主人公みたいな。目立つ。そう、かわいいみたいな。それぐらいね、綺麗、うん、やってるし。本当に映画喋ってるみたいな。ね。じゃあ最後もう一個。名言ですか？時計が喋ってる。名言ちょっと何言ってた？時計が本当に。これは、くじです。これはくじです。これはくじ。これもまたこの、バングルっていうんですよね。がまたベルトが綺麗な色で、綺麗な色。またなんかなんだろう、私服が白黒でもつけてて映える。うん、確かに。映えそうな綺麗。ターコイズブルーみたいな。ああ、ターコイズブルーね。わかってます？わかってますよ。ありがとうございます。はい。重たいんですよ。え、持たしてなんか重量があってね。あ、いいのいいんだな、これは。うんうんうん。たっけやったな。わかるわ。わらしはこれ気に入ったぞ。それ気に入った。これ気に入ったね、似合う。似合ってる。あ、似合う。かわいい。買うしかないわ。あ、お待ちしてまーす。はーい。お待ちしてて待ってくれちゃん、それ。この色がめっちゃ好きなの。ピンクだしね。と、ピンクが。マジで主役が時計になるね。ね、間違いない。本当に。なんかちょっとさ、もうさ、自分のさ、顔の近くに持ってきちゃいない。めっちゃ見せたいじゃん。絶対それアピールしたい。アピールアピール。どうしたのその時計？私の本体。元ヤ顔なの？いいわ。それでちょっとね、言ってみたい。私の本体はやってみたい。めっちゃ見せつけてくるやつかと思ったらそれ以上だね。あの腕に通す前にセッティングできるようになって、ちょっとそれは小段ポチッと押すと開きますよね。ほんとだ、開いてるよ。こっち通すのか分からへん。普通のあれと違うね。カリさんが持ってるの開いた。そうです。そこに仮止めみたいにしておいて、ケースを入れて、すごい出やすいようになってる。いいな、時計。はい。へぇー。たまに手こずるときあるもんね、時計って。へぇー。これ手こずることわかんない。これ手こずりそう。サッとつけます。つけてほしい。かわいい。かわいい。キラキラやば。かわいいんだけど。ね、これかわいいね。マイマイ好きさ、これ。めっちゃ好き。いい、あ、でもいい、本当にいい。なんか、私が普段実際時計をつけないので、なんかこういう、ね、キラキラしてるのをつけてる人ってすごいワンテン、なんかワンアップ大人の女性っていう、あ、そう、そうとも言うイメージがすごく。どっちも前歯に似合いそうな色よね。まあ、私の好きな色だよね。そうだよね。だいたいこういうピンクか、こういう緑だもんね。結構着てる率が高い。裏にね、いろいろ文字書いてある。うんうんうん。ここ、あの、ブランド名のね。結構細めですよ。結構細めです。かわいい。本当に。うん。
なんか多分つけてたら華奢な腕がもっと華奢に見える。ああ確かに、確かに、うん、めっちゃ女性的な共感が考えたことなかった。うん、そこそこそこ。いや、それは やるべきやね。やるべきや。いや、大事大事、こういう感じ。あ、これで腕の調整に立っちゃった。なんで？あ、へえ、あ、なるほど。あ、すごい。今これで調整してもらったんだけど、こっち使う？あ、すごいわ。どうだ。こうやって感じで今もうここにあのな何埋まってるんですよ。はい、これをこうやってつけるだけ。本当だ、開いた。両方ピッピッて縮めてもらうっていうか。あ、そっか。うん、すごいいいね。あの違うんだよ、壊さないかが一番。いや確かに確かに確かに。確かにやって。あ、ごめんなさい、そういうの苦手なんですよ。あの断り。いや違う、あんまり苦手なのよ。これどこに止まって入れるのか。開くところまではできた。そう、開くところまではね、できた。これはどこ。そうそう、そこに通して、ここであって通して、そうです。え、でもなんか針みたいなの出てる。針みたいなの上に上がります。踊るんだ。はいはい、ドラゴンクエスト。おぉ、セーラームーンだよ。あっ、おっ、あっ、で、こうかな。そう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 、こうで、畳んで、畳んで、畳みまくって、それでも出なかったですね。私、すいません、手首消しなんで。うちの宮崎、消しなんで。みんなで知恵の輪みたいな状態になって。これがさ、普段時計つけないとバレちゃうよね。いやでもこれ難しくないですか。いいな、バレたらあれなんだろう。かわいい。あ、すごいキラキラしてる。似合いますね、カエル。そう、これだ。あ、これ作る、いいな。いや、この色ね、めっちゃいい。大人な感じ。うん。まあちょっとこれ緩いですけど、ちゃんともうちょっと決めましたところで、もうちょっとね、穴が開いてきたら取り外し込んですぐ楽に。うんうん、確かに。はい、カチャカチャカチャってやって、カチャカチャって外してね。そう、知恵の輪を振り出した。デザインも、はい、めっちゃいい。そんな感じですね。一番お気に入りって、これとこれで、あゆはどれか。私これまだ10分やな、ずっとこれ。これめっちゃ似合うし、似合うし、本当に。時計結構好きなんですよ、普段もつけることを入れて。そうなんです、あげたい、これ私これ気に入ったから。あ、ちゃんとそれも結構かわいい。そう、めっちゃ色がかわいい。全部かわいいね、やっぱりね、うん、ね、全部かわいい。かわいい、ぜひお待ちしてます。お待ちしてます。はい、ということで今日は時計をご紹介させていただきました。フェイスアワーとかですね。はい、はい、ぜひね、この番組は YouTube チャンネルでものクルーズ TV での一番組として配信しております。詳しい放送時間につきましては、クルーズ TV の Twitter もしくは番組開始前の番組詳細にてご確認ください。その他、クルーズ TV の情報は随時クルーズ TV の Twitter の方でお知らせしております。ぜひ Twitter のフォローと YouTube のクルーズ TV チャンネルのご登録もよろしくお願いいたします。それではバイバイ。